今年の青森はね、連日、まあ、猛暑日行ったりして、で夜も熱帯夜で温度が下がらなくて、ね、青森ぐらいよ、本州最北端の青森がそんな状況で、で俺も熱中症何回か3回ぐらいやったかな。で野菜もどんどん枯れていく、ジャガイモも高温障害、かぼちゃも枯れていくって、まあ、散々な結果です。本当に苦しいです。だけれどもネギすごくいいです。今関東の方ではあの猛暑の影響で出荷できなくて、ね、太みも、ね、細くて、ね、出荷できないと。で高値になってますっていうふうなニュースでやってて、そうなんだって。まあ関東の方はこっちより暑いからね。だけども青森はよくできた。本当に他の野菜全然ダメだったんだけども、本当にだけどもネギすごくできました。でネギってもともと乾燥を好むっていうか水はけを好む野菜だってことはまあ聞いてはいたんだけども、今年2ヶ月もね猛暑で雨も降らねえっていうひでえ状況だったんだけども、それでもとりあえず成長してくれた。なんでって思うぐらいねよくできてびっくりしてるんだけれども、ね、まああと赤サビ病っていう病気が出ませんでした。まあ水がないからだろうね。赤サビ病は確か菌類の病気かな、要するにカビの病気かな。だから湿気がなければないほどそういうのが出にくいっていうのがあるのかなと思って、こういう感じだね。ここは水はけ悪いんだけれども、だからいつもね赤サビ病が出てポツポツが出て、あれ汚くできちゃったねって、でまあ、自然農法だから、まあ、多めに見てもらおうか、皆さんファンだしっていうことで、まあ、みんなに売ってもらってたんだけれども、買ってもらってたんだけれども、今年すごく綺麗で、もう一つ別の方、まあ、観光農法の方なんだけれども、俺の地主さんの畑のネギもね、あれすごくいいです、本当に。あっちは水はけもいい畑だったから、まあ、あっちは水はけ良すぎて、他の野菜、もう本当、バッタバッタいってしまって。もうひどくて、だけどもネギは本当にいいのができてさ、ネギいいなと思って、これから先、温暖化っていうのはまた続いていくと思うし、暑くなっていくだろうし、雨が降らない、まあ、降る場所は降るんだけどすんごくね、だけど降らない場所っていうのがほぼほぼ多くなってくると思うんで、だからそういう猛暑に備えた栽培作物の剪定っていうのは大事になってくるのかなってことで、俺は今のところ目つけてるのはネギです。でネギ、まあ、とりあえず追肥して土寄せしとけばとりあえずできるなっていう形なんで、でこれから猛暑になって雨が降らなくてなってくると、その菌類の病気、赤サビ病とかの心配もいらなくなってくるなと思って、で地主さんのところの畑、まあ、この本当にカメラの反対側の奥の方なんだけど、一山越えた方なんだけれども、まあ、そっち水はけいいからネギいいかなと思って、俺も少しやろうかなって思って、自然農法でって考えてます。でここ本当に何十年、20年、自然農法でやってる畑なんだけども、まあ、ネギどういう状況かちょっと見てもらおうかなって思います。でね、今年、本当にね、ネギ、綺麗です。農薬全く使ってないんだよ。本当であれば、ここにポツ、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 ポツっていっぱいね、赤いサビみたいなものが出るのね。それが赤サビ病っていうんだけども、それが出てません、全然。まあ、雨が降らなかったからなのかな。出てるとこあるかな。あ、これかな？これ。これこのポツ、多分これがいっぱい出るのよ。多分これが赤サビ病なんだよ。俺もネギあまり詳しくなかったからだけども、これが赤サビ病でさ、こことかこれがね全体にバーッと出たのさ、いつもね普通に雨降ってる時だと。ここはね、でも今年全然出てない、無農薬だからね。ここ農薬なんか使ってないからね、本当に。ただまあ太みはやっぱりないな、やっぱ細いな、うん、多分、まあ本当であればこのくらいはねなるんだけども、ほらこういう細いのもあるし、まあそれは仕方ないんだけれども、やっぱちょっと細いかな、けどまあいいべっていう形。こう肥料も入れてないんじゃないかな、うん、っていう形ですね。本当に綺麗にできてるんで、本当にねこれから先ネギ主体にしていけばいいんじゃないかななんて思ってはいます。結構需要はあるしね、冬になればみんな食べるし、人気の作物だから結構いいかなと思いますんで、まあ、これから猛暑続くと思うから、ネギ一つ植えてみるのをおすすめしますっていうことでね、まあ、結構綺麗だったでしょ、まあ、一部ちょこっとね赤サビ終わったけれども、本当に農薬使ってないですから。ここで農薬使わないでこんな綺麗なのね、いつもここまあ、赤サビ用で汚いっていうか面の悪いさ、
あの見た目の悪いネギだったの。味はいいんだよ、味はいいんだけども、やっぱりサビ病が多いな、赤いポツポツ多いなっていうネギだったのね。でそれでも食べれば美味しいから食べてみんなに持っててもらってたんだけれども、今年はすごく綺麗でね、びっくりした。だから本当にこれから、まあ、猛暑、まあ、またさっきと同じ話になるけれども、まあ、猛暑っていうものは続くはずなんで、そして雨が降らない、降るところは一極集中してね、線状降水帯でいっぱい降るのは降ると思うんだけれども、だいたい降らないところで雨が降らなくて苦しいってところが増えてくると思う。世界的に見てもそうだし、降らないところで、で一部にガーンと降ってっていう極端になってきているんで、暑くなって水が足りないっていうことを想定した上での、土作り、畑作り、ね、その作物を選ぶっていうのも必要になってくるのかなと思うんで、今のところこのネギ、ね、俺も力、来年から、ね、力入れてやってみようかなと思って、自分の分としてね、うん、まあ、自分で売ったりもするとするんだけども、そういうので自然の方でネギやってみようと思ってるんで、皆さんもちょっとネギやってみてほしいなと思います、本当に、うん、ほら買ってきたネギでも下切ればさ、根っこ残ってればそれを急にパックに刺しとけばネギ生えてくるみたいなのあるから、そういう使い方もできるしね、葉ネギみたいな形で切ってまた出てきてみたいなね、そういうのもできるし、長ネギとして全部抜いて食べるのもいいし、やっぱネギって美味しいじゃん、うん、でこれやっぱ冬には欠かせない野菜だから、それが今高値で160円、例年160円が300、350円になってるとかニュースでね聞いてさ、聞いてね、で焼き鳥屋さんネギマも取りやめたと、ネギ高すぎて買えないと、値段維持できないと、うん、これらはネギ仕入れないでやった方がいいっていう形になってるっていうのも、聞きましたんで、ネギ、関東はネギ難しいのかなって思う。だから関東でできてたものは東北もしくは青森ぐらいになってきて、青森でできたリンゴは北海道の方に行ってって、だんだん北上していくと思うんだよね。だから俺もそういう風に切り替えていかなきゃダメかなと思って、じゃがいもがねちょっとね高温紹介数が多かったから、まあ、ネギとかを取り入れる、まあ、あとは南の方のさつまいも、昔さつまいもはできねえとか言われてたんだけど、さつまいもいいのできるようになったよ青森も、うん、随分ね暖かくなったってことだろうね、うん、だからそういう風に作物は移動していくんで、とりあえず今年あれいいなと、雨が降らなくて暑くてもできたと、青森はねネギ、うん、関東の方はダメだったみたいだけど暑すぎたんでしょうね、うん、青森よりもずっと、うん、で雨も降らなかったし、でも青森は雨降らなくて暑かったとはいえ関東ほどではないと、ね、35度ぐらいだから向こう35度以上でしょおそらく、ね、40度いったりするとこもあるし、だから、ね、きつかったんだと思うんだけども、青森はとりあえずネギいけたんで、これからネギやっていこうかなっては思っています。まあ、とりあえずそういう風にね、そのこれからの異常気象で食料危機来るとは思うんだけども、家庭菜園やってる人は作物、ね、暑さに強いやつとか乾燥に強いやつとかを選んでほしいなと。で自分の畑でやってみて覚えるだけじゃなくて、まあ、俺もこうやって動画出すし、近所の、他の畑、農家さんの畑を見て、あこの作物ちょっとこの地域では厳しいかもなっていうふうに観察してみて考えて自分の畑に取り入れるっていうようなやり方、観察眼っていうものも必要になってくると思うんで、ぜひね自分の畑だけじゃなくて、まあ、朝早い時間に散歩して他の家庭菜園とか農家さんの畑を見て、あ今年は生育こうなんだなこうだなっていうふうに見て歩くのも、大事になってくると思うんで、ぜひねただただぼーっとね畑の横を通るんじゃなくて、車で運転するにしても、あ今こういうのが取れてるんだな、あ今年ダメだな、なんでかな、そのなんでかなまで考えて、それを自分の中に腑に落ちたら自分の畑でね、今回ネギ紹介したけれどもネギを、入れてみるとかね、そういうふうにやってみてほしいなと思いますんで、ぜひぜひね、なんでかなまでやってほしいなと。とりあえず今年青森はネギすごく良かったんで、まあ、ネギぐらいしか良くなかったっていうぐらいさ、俺の関わってるところはね、うん、それだけ散々な状況だったけれども、ネギはできたっていうことで、そういうご報告の動画でした。まあネギネギネギ楽しみだな、俺もいっぱい食べたいな冬な、うん、っていう感じです。ネギやってみてください。結構乾燥に強かったんで、おすすめっていうか、これから、まあ、一ついいのかなってはね、東北ではね。
関東厳しいのかもしれないから、ちょっとその辺は保証できないけれども、それはその地域地域で判断してやってもらいたいなと思いますんで、とりあえず青森は、ネギ今年ひどいだったんだけれども、ネギはよくできたっていうことは一応報告しておきます。